ゃん、みんな、みんなここにいたんだね。でもどうして？散々エルデビーゲを駆け回った仲間だからな。最後はみんなで別れなきゃ嘘だろ。まったく遅いですよ、二人とも。まあ私たちが勝手に集まってただけなんだけどね。これも仲間の絆というやつだな。ねえねえ、それよりも見てよ、ソフィーさん。大樹が元気になってる。なんだか恥ずかしいわ。何恥ずかしがってるのよ、いいことじゃない。もうラミーには分かんないの。しかしこれで私たちに心残りはありません。安心して旅立つことができます。まあそういうこった。エルビーラ様が悲しんでたら意味ないもんね。みんな本当にありがとう。エルデビーゲを作ってよかった。みんなに会えてよかった。だからどうか元気で。それじゃ最初は私かな。湿っぽいのは好きじゃないしね。ソフィーさん、みんな一緒にいた時間楽しかったよ。アレットちゃん、私もすっごく楽しかったよ。アレットちゃんに助けてもらわなかったら私そう言ってもらえると嬉しいな。あっちに戻っても金稼ぎするのか？もちろん、お金持ちになることが私の夢だからね。そっか、けど無茶はすんなよ。お前すぐドジるからな。何をマジになって、なんか怖いよオリアスはアレットが心配なんですね。そりゃ大事な仲間だからな。なんかあったら寝覚め悪いだろ。そっか、じゃあちゃんと気をつけるよ。心配かけないようにさ。おう、元気でな。うん、オリアスもね。さて、次は俺みたいだな。オリアス、オリアスさん。おいおい、そんな顔するだって。ま、俺様のような偉大な用心棒と離れて心細いのはわかるけどよ。あんた、さっきまでとずいぶん違うわね。仕方ねえだろ、俺たちの中じゃあいつが一番頼りねえんだからよ。大丈夫だってんならもう思い残すことはねえよ。オリアス、ディーボルト、お前にも世話になったな。
この先お前と同じくらいの腕のやつにはそうそう会えねえだろうな。それはこちらのセリフだ。お前には随分と助けられた。多くは語らねえ。男の挨拶なんてこれで十分だ。そうだろ。ああ、元気でやれよ。おう、お前らもな。エルビーラ様、ラミゼル、君たちには感謝してもしきれない。改めて礼を言う。ううん、お礼を言うのは私の方よ。すごく助けられたしね。あんたともずいぶん長い付き合いになったわね。けどもう大丈夫でしょ。ああ、私はもう後悔にとらわれたりはしない。ソフィー、ブラフタ、君たちのおかげで自身の夢を取り戻すことができた。君たちは素晴らしい錬金術師だ。君たちのようなものを守れて私は幸運だった。いえ、まだまだこれからです。私はもっと多くの人を笑顔にしてみせます。私ももっとたくさんの人を幸せにしてみせます。そうか、それでこそ君たちらしいと私は思うよ。ソフィー、プラフタ、どうかこれからもまっすぐな君たちでいてくれ。はい、ありがとうございました。ディーボルトさん、ありがとうございます。あなたもどうかお元気で。次は私の番ですね。あ、プラフタ、あの、いいんですソフィー、これから私の身に起きることを言う必要はありません。それにもう決めてることがあるんです。エルビーラ、お願いがあります。どうしたのプラフタ。確かこの世界から戻るとき、記憶を残すかどうか選べるはずでしたよね。ええ、そうね。今までそんな人いなかったけど、もしかしてプラフタ。はい、私の記憶は残さないようにしてください。ちょ、本気なの？だって全部忘れちゃうのよ。忘れませんよ。もう一人の私は生き証人です。たとえ記憶が残っていなくても、ここでの経験と思いがあったから私は道を踏み外さなかった。これから私の身に降りかかる困難は
決して楽なものではないのでしょう。ですが、ここでの思いがあればきっと私は負けない。くじけず前を向いて歩いていける自信があります。それに記憶を残して未来が変わってしまったら、ソフィーと出会えなくなるかもしれませんから。うん、私もプラフタと出会わない未来なんて考えられない。プラフタ、また絶対に会おうね。はい、また未来で会いましょう、ソフィー。それでいいんですよね。ええ、満点の答えです。あなたならきっとこの答えにたどり着くと信じてました。あなたもどうかお元気で。ソフィーのことよろしくお願いします。あなたの方こそこれからのソフィーをしっかり支えてくださいね。二人とも私のことを子供扱いしすぎじゃない？そういうことはちゃんと片付けられるようになってから言ってくださいね。まったくです。はあ、本当に似た者同士だよね。何を当たり前のことを。ええ、当然じゃないですか。だってあなたは私で、私はあなたなんですから。それではそろそろさよならです。また未来で会いましょう。ラミゼルさん、私したな。エルにお前の孫だなんて言われても実感なんてあるわけないし、孫どころか親の気持ちすらよくわからない。そもそも私が結婚なんてできるのかしら。そんなことないよ。ラビゼルさんはすごくかっこよくて、私の大好きな。大好きな。でも、これだけは間違いなく言える。ソフィーと一緒に過ごした未来の私は絶対に幸せだった。たとえあなたの成長を見守れなかったとしても、後悔なんてきっとなかった。だってこんなに可愛くて立派な孫なんだもの。後悔なんてするはずないじゃない。おばあちゃん、おばあちゃん、おばあちゃん。
おばあちゃんがいなくなってずっとずっと寂しかった。モニカやオスカ、キルエンベルのみんなは優しかったけど、一人になると泣きそうだった。でもおばあちゃんみたいになりたくて我慢して頑張ってここまで来たのに、こんなのずるいよ。そうね、私はずるいから、だからずっと見ててあげる。ソフィーと過ごした時間は幸せだった。きっと未来の私もそれは変わらない。落ち着きましたか？うん、もう大丈夫。それじゃまた会いましょう。プラフトさん、ソフィーのことよろしくね。はい、任せてください。ラミセルも必ず私を見つけてくださいね。任せておきなさい。それからありがとう、ソフィーがみんなを救ってくれた。ソフィーがいたから一人ぼっちじゃなくなった。またいつか夢の中で会いましょう。うん、いつかまた夢の中で。次はラミーよ。え？ちょっとラミー？まだ私帰らないわよ。どうして？だってもうみんな。そんなの決まってるでしょ、まだやることがあるのよ。やること？のことよ。これから大地を閉じるんでしょ。そのために切り分けた力を回収しに夢の核がある場所を回るんじゃないの。そんなのエル一人にやらせられるわけないでしょ。どうして？だって誰にも話してないのに。何年一緒にいると思ってるのよ。エルがそういう子だって痛いほど身に染みてるんだから。最後くらいもっと頼りなさい。もう黙って無茶なんかするんじゃないわよ。私たちは歩き出す。みんながいなくなったエルデビーゲの地よ。この世界から帰るとき、私たちは笑って別れられるのだろうか。そんなこと考えるまでもないか。私たちはきっと笑える。そうじゃないとあの子たちに合わせる顔がない。
どうかあの子たちのこれからの旅路が限りのない夢と様々な学び、そしてあふれんばかりの希望に満ちた幸せなものでありますように。
ここは私たち帰ってきたんだね。ええ、今度は無事で本当に良かったです。大樹とつながってるのかな。どうでしょう。ですが無関係とも思えませんね。そっか、そうだよね。なら大丈夫、必ずまた会えるよね。ええ、そうですね。そろそろ次の目的地に向かおうか。確か次に行こうとしてたのはエルトナ。良質な鉱石が取れるという町ですよ。そっか、よし、じゃあプラフタ行こう。鉱石の町エルトナに。いつでも前向きな錬金術師ソフィー、そして人形の体を持つ相棒プラフタ。二人が経験した無限の世界エルデビーゲ、そこで出会った多くの人たちや大切な仲間たちと冒険した出来事、その経験は彼女たちを大きく成長させました。これからの彼女たちをどのような出来事が待ち受けていようとも、あの不思議な世界での経験が力となり、きっと、ううん、絶対に彼女たちを助けてくれるはず。頑張ってね、ソフィー。この不思議な夢での出会いは絶対に忘れない。あなたたちのこれからにどうか夢と希望と不思議な旅が待っていますように。